トライアルリッスン深掘りライブの20回目になります。新しいシリーズでオンデマンド教育が日本の私学を救う。コロナ前にすっかり戻ってしまった大学業界ですけれども、せっかくコロナの中でオンラインオンデマンドの教育が全面展開したにもかかわらず、再び旧態依然たる教育に戻ってしまった。むしろオンラインオンデマンドには都合が多いと思ってる大学業界関係者が多いんですが、これはもう大きな間違いだと。オンライン化でオンデマンド化を進めなければ日本の大学の未来はないし、日本の私学の未来はないと。私学の経営問題もこのオンデマンド教育というのは解決策に近づけるためにはとても重要なポイントだと。これはグローバルに見たらかなり異様なことだと思うんですけれども、まあ、なぜか日本は対面にこだわる。まあこの問題考える上で、少し一回大学教育離れて、そもそもオンライン化オンデマンド化って何なんだろう、少し原理的に考えたいですね。このエピソードは試し聞き、トライアルバージョンです。フルバージョンはリンク先でお聞きください。